日本北海道札幌市北区、東区列列、布列布は、北海道札幌市の北区と、東区にまたがる地域を指した名称。すでに交渉地名としては消失しており、わずかな施設の名称に痕跡を止めるのみとなっている。語源は、アイヌ語と思われるが、半然としない。1882年の、札幌県石狩国札幌郡札幌村、岡田禅図には、 岡玉村と札幌村との村境を通りシノロ村に流れ込む列列府古川が記されており、川の名前であったらしい。この川の支店は旧石狩街道によって伏せ子川から切断されており、アイヌ語研究家の藤村久和は語源を、ルエとイエプ、道がそこで切っているものと考察している。1916年の地形図には、シノロ列列府、札幌列列府、 岡玉列列府の名が見られ、これらは互いに隣接していた。下野列列府は1860年、星岡から入植した中島彦右衛門が中島村を開いたことに始まるが、この試みは明治維新の影響で中断した。その後、1881年に福岡県から北海道を訪れた報告者のう数個が、1883年にこの地に入植して、 列列布の部落を形成したという。列列布は1937年に行われたあざなの整理によって太平に改名された。さらに1983年には百合ヶ原公園が造成され、1998年には一部が百合ヶ原として区分された。旧地名を冠した施設、列列布の会館の所在地もユリガ原11丁目となっている。 北画歴史と文化の88戦には、列列府にまつわるものが含まれている。札幌村市における、列列府の最初の要例は、1870年における、農家7個への言及である。ただ、彼らが同年に入植を開始したのか、それとも以前から居住していたのかまではわからない。列列部の地域は、後の住職分では、栄町一帯に該当する。 北42条東10丁目一番地の列列、ぬの神社にその名を残すほか、神社が面する岡玉空港通りも古くは、列列、ぬの街道と呼ばれていた。ABCDE、札幌地名港、P55 ハット AB 札幌市北区9、語元は、アイヌ語市の列列府札幌市住居表示地地区、北区、札幌地名港、P62ABC、 札幌知名校 P63 ありがとうございます。